上孔明、ひたすら武の道を極めん。演習も旅確かにもうそうそれに劉備劉備順今うん毛徳確かそれ承知書こう分かった天意曹操殿、一度御身に刃を向けた拙者に対しかような処遇を賜ったこと心より感謝いたす。徐公、あざなは孔明。はじめは楊邦に仕え、帝をめぐる争いでは曹操と敵対。だが友人である満朝の説得を受け曹操に従うことになる。一方帝を保護した曹操には他にも続々と下る者がいた。軍友長州もその一人。今曹操は長州の招きを受け単身援城に向かおうとしていた。これよりは御身の帰化の将としてこの部を振るう所存にござる。徐公よ、お主の戦ぶりは見せてもらった。その比類なき武勇と清廉なる人品、まさに満朝から聞いていた通り、いやそれ以上よ。お主の参陣嬉しく思う。今後はこの曹孟徳の将として優先してもらうぞ。満朝殿、こたびの曹操殿へのお口添え誠にかたじけない。おっ、曹操殿はただ才干や能力のみで人を計られる、まさに新しい時代を築くお方だ。その分進む道には厳しい戦が待っているだろう。承知、ならば拙者も戦う甲斐があるというものでござる。徐孔明、曹操殿の大使のために刃を振るわん。しかして我が部の頂へ至らんことを願う。はは、期待通りの反応ありがとう、徐公殿。これからは共に戦う。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。いらっしゃい。毎度どうも。
猛毒、無事。陽動部隊には敵を引きつけてもらう。その間に私たちは敵の策を探ろうか。曹操殿を追い詰める。なんとか彼に一泡吹かせたいものだね。運が武の髄を見よ。これはきつい。一つ出なぞ。敵将徐光明が討ち取り申した。素晴らしいご活躍、お見事です。守備配置につけ、すぐ戦闘に備えるのだ。死の元まで曹操軍が来ただと。バカな奴らはそこまで強いのか。いや、迎え撃て。騎馬隊の力で今度こそ曹操軍を葬るのだ。
路を開く。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。曹操殿は可否城は水攻めで落とすが上策。閣下殿と俺で必ず成功させます。水攻めか、さすが閣下と準優。皆この戦にて呂不韋を討ち果たすぞ。策などいらん。俺が片っ端から踏み潰してやる。武の髄を見よ。ファイヤー。楽しませてくれるんだろうな。お一人ですと。周りが見えていらっしゃらないようですな。ここが、この火器が我が果てか。王位のもとに志を散らすと、なんと無念。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。驚きました。
想定以上の戦果です。離せザコどもが。この両方線に縄を打つなど許さんぞ。殿が武の身をために木を軽んじた。邪魔と見よ。それがお主の敗因だ。曹操殿。はっ、ふっ、せいや。あれは兄者、しばし失礼いたす。上皇殿、戦を終えたばかりだというのにもう鍛錬に励んでおられるとは。常に己を高め続けるその姿勢、敬服いたす。おう、関羽殿、貴公に褒められるとは光栄の至りでござる。貴公と共に戦えたこと、拙者にとって得がたい経験となり申した。一方で己の未熟もまた思い知った次第にござる。ふん、未熟というならば拙者も同じ。これからも互いに精進を重ねようぞ。鍛錬中に邪魔をし申した、しからばごめん。戦勝する演術を打つ。全軍出撃。な、五の偽の城壁を粉砕し、魏に勝利をもたらした。だが、魏軍の損耗も激しいため、曹丕は高陵からの撤退を決断。魏と呉の戦は一時終結となった。そんな中、徐光は己の武を磨き続けていた。いかなる地位になろうと、戦が終わろうと関係ない。ただ頂を目指して鍛錬に励む。それが武人徐光の生き方だった。殿。おう、芝居殿。あなたのような米将軍はなぜひっそりと鍛錬など。部下たちの連兵の間に自らを同時に鍛えることなどできぬ。拙者は不器用なのでござる。ご謙遜。いや、本当だ。拙者のような武骨者がやっていけるのは曹操殿、曹丕殿と
米軍が続いたからこそ、その強行に報いるためにもより一層の功績を挙げねばならん。それはこちらも同じこと。お前のような有能無視たる人材がいればこそ、この先も葬儀は中元の覇者として存続する。ジョコウ、これからもその力を頼みにしているぞ。はっ、ありがたき幸せにござる。